展示されている、広島電鉄654号2018年2月25日、撮影ビークルシティ沼地交通ミュージアムは、広島市浅南区にある屋内型の科学館である。アストラムライン長楽デラ庫の人工地盤上に、1995年3月18日に、広島市交通科学館として開館した。科学館のテーマは、乗り物と交通。2000点を超える、 乗り物の模型及びその情報と、体験型展示を中心とした、常設展示、特定のテーマに沿った企画展に加え、子どもを中心とした工作教室などを随時開催している。2015年6月1日から、近隣に所在する沼田自動車学校を運営する株式会社アフィスが、命名権を取得し、故障を沼地交通ミュージアムと解消した。 科学館は4階建てで屋外広場を併設する。その外観はエンジンをイメージしたものである。1階及び屋外広場の利用は無料。2階以上は有料である。当初の観覧券は各種の乗り物模型がモチーフされたデザインだったが、現在は廃止されている。1階はミュージアムショップ、多目的ホール、ライブラリーなどがある。企画展示の一部もここで行われることがある。 ライブラリーには多くの交通や乗り物に関する図書やビデオがあり、利用は無料である。2階は2000点を超える陸海空にわたる世界の乗り物の模型が展示されている。館内各所に設置されている端末装置、ハイパーブックでこれらの乗り物についての情報を調べることができる。シティランナーでは正面の画面に現れる街、ビークルシティに入り込み、 自転車や電車を運転するような感覚で内部を仮想移動体験できる。エポックシーンでは陸海空それぞれの乗り物に関連した歴史的な場面をミニジオラマで表現されている。TGV の車輪や船のスクリュー、レーシングカーのタイヤやジェット機のタービンフィンの実物などもあり、それぞれの乗り物のエネルギーの最終出力部分を見ることもできる。特別展示室では 年数回企画展示が開催されている。3回と4回は吹き抜けとなっており、直径20メートルの巨大な近未来、交通パノラマ模型、ビークルシティがある。ビークルシティは空想の世界ではなく、開館当時、近未来に実現可能であろう、技術を模型化し都市として表現したものである。このビークルシティを見下ろすように、ビューカプセルがある。カプセル内では、 ビークルシティの内部を映像と音響によって擬似的に体験できたり、交通や乗り物についての解説を視聴することができる。なお、ここは当初1986年に開催されたバンクーバー国際交通博覧会の日本政府館で展示された交通ジオラマを移設予定であった。屋外広場にはサイクルロード、カート広場があり、ユニークな乗り方をする。 面白自転車や幼児対象のバッテリーカートを楽しむことができる。また、ここに、工事図の被爆電車が設置されている。開館当初、実物資料の展示はなかったが、2006年7月21日から、被爆電車として知られる、広島電鉄650系電車の654号車が、屋外保存、展示されている。 露天展示で屋根設置のための基礎があるものの2013年時点では、広島市側は屋根の設置を選択肢に入れていない。また、2015年には1945年当時の塗装に塗り替えられた。ありがとうございます。